今日はね、これどこや郡上大和郡上大和どぶろくのあ、特許持ってるのどぶろく特区の町特区、どぶろく飲めるのお酒か運転できるし、飲めれんしお持ち帰りすればでも本当になんかどぶろく祭りってあるからなんかあるんだねなあどぶろく兄弟が出てくるんかもしれんぞ誰だよあの悠々白書に出てくる知らねえ見てないの見てないね、レーズンサンド抹茶かな抹茶かなここに一回抹茶の音が聞こえねえこれ可愛いんだよな絵面がここない？頼んでいいのよ。バカだ、やだ、あのトロトロが出て焼いただけだろ。お好み焼きやねんか。トロロと卵のステーキに？ドロドロが焼いた方がいいなよ。ああ、卵焼き的なあれかじゃ。やだ、俺トロロ、これ軽くじゃない？本気で俺肉になんかトロトロ卵。俺もそう思ってんねん。違うだろ、多分。4個だと。後で画像検索してみよう。おいしそうやねよもぎおはぎおぎはぎみたいな言い方しないでよ名前書いてあるやんそうやってなんか早口言葉言ったおぎはぎ神龍様ほらの願いかないんだけど金持ちになりて金持ちになりて叶えてくれるかな心歪んどるやろ何の竜なのかあ何の竜なのかこれは昇竜と昇竜拳名前が聞いて滝が多いよねほらあゲロ行きたいと思わんのよね俺温泉だって行っても楽しいとこないじゃんあかんかんこれ YouTube の中でカットな頼むぞおめえ食品サンプル作りっていうのがちょくちょくあるのかな。これ、あ、発祥の地って書いてあるよ。知らんかった。この辺でだわ。ちょくちょくあのあれか、食品サンプルのある道の駅がいっぱいあるのは。で、そういうなんだわ。これで180円のすげえ男やね、さっきの220円買うそういう話じゃないの違う違うなんで手引っ込めんのさなんか食べてよなんか食べるSee you あ、書道展かあ、鯉がおるうわ、めっちゃおるやん。
すげえやりたい。これやらん。これ俺すっげえやりたいと思って。じゃあやった。違う、あのここの声すごいね、うん、ちょっとさ、ちょっとここにしゃがんでさ、撮っててみ。で、あのちょっと反対側のさ、キシすげえ。めっちゃ寄ってくるでしょ、うん、腹減っとんだろうな。見えるか、お前ら。見えないか。見えるやろ、多分。うわ、めっちゃ寄ってくるやん、うん、で、向こうに投げたね。くそやな、ほんとに。食べるなよ。うわ、なんだか変な匂いがする。匂いがきついね。手前の方にチャレンジやってみますか。いや、向こうだろ。ほーい。でも、食いつくな。食いつくな。撮ってるカメラ。撮ってる。いや、見ちゃった俺。あのさ、カメラ越しに見て。見ちゃった今。もうちょっと。さ、あれがすごい気になってさ。どれ？美濃の奥美濃の小地鶏。頼んできてもいいですよ。分からん。牛飯を入れるかどうか迷った。牛飯？うん。牛飯も買うかどうか。ただ飛騨牛コロッケ、飛騨牛串かと飛騨牛飯でさ、くどいな。おめえあれだ、飛騨のコシヒカリやぞ。一口目いきますか。わさびの話じゃないよ、肉だよ。一つだけもらおうか。はい。柔らかいよ。うん。これはどこでも一緒味か。ちょうど170度から165度から175度の間の揚げ方で美味しいよ。、うん、すげえな、一般の食事レビューちゃうもんな。違う。油の温度気にしいいやろ、普通レビュー。あ、色がいい。はい、うん、わさびコロッケです。ちょっと食べちゃった。あ、わさびの香りがいい。今ね、初めて100点の何点のレビューが出たって思った。うん、あ、美味しい。飛騨コロッケよりうめえ。うん、うまい。うん、うまい。香りがいい。ちょっとピリッてツンとした感じも取ってくれて、うまい。飛騨コロッケよりおすすめです。こっちの方がいいって。うん、こっちの方がおすすめ。おすすめっていうか抹茶って感じがするんだけどな。見た目抹茶だもん、うん、緑やけど抹茶ない、うん、どう。確かにわさびの香り強くて、なんていうのはちゃんと食べてる感あるな。だろう。舌で探すよりマシだろう。あのさ、編集が大変。いや、わさびこれ美味しいよ、うん、でも何ていうの、初めて食べた俺。香り強くて、うん、買う前にビビってた感のあれはないね。ないの、心配の恐れは、うん、食べるために買ったんでしょ、ふがし。焼き芋風菓子、ふが面白いよね。じゃあちょっと食べてみましょう。これこんな感じです。これね、うん、ぱっと見本当にでも芋なんだよ。芋っぽいんだよね。なんかつったけど。いや、でも匂いも芋っぽいよ。ちょっと、うん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 。これのあのふがしよりかは柔らかい。うん、うん、うん。
ふばしの好きな人は好きでしょう。ああ、まあ見た目は楽しめるからね。そうそうそう、見た目楽しめるし、なんかいつものふがしのお菓子とはまた違ってんじゃないかな。